最後に内田さんお願いいいたしますはい、僕は5番にあたりますね<っ>ジェンダー平等を実現しようの男女平等が僕の身近な SDGs かなっていうふうに思います。うん、あの僕現役時代ヨーロッパで、えーま、ドイツの方でサッカーしてましたけれども、うん、女性の審判の方とかすごい活躍されてるんですよ。日本っってちょっともう少し女性の方、うん もっとなんかこうあってもいいんじゃないかなとうう思うんですけども、まあ、例えばですね、えー、議員や役員などの女性のや、あのー、役割をあらかじめ一定数決めてたりするんですね向こうの<う>日本もそういうのあったら、えー、もう少し男女平等っていうのがかなってくるんじゃないかなとうう思ってこれにしました、はい、また、あ、僕も2歳、娘いるんですよあそうなんですか、はい、実は、えー、あの5歳と2歳のパパはパパ言うてますけども僕もパパパパでございますので。 あのー、男女平等、まあ、娘なんでね、あのー、元気よく育ってほしいなっていう願いも込めて、男女平等にしてみました、うん、なるほど、お父さん目線からもあり、そして、まあ、海外で生活されたからこそのご意見というところで、いただきました、とても説得力がありましたね、はい、ありがとうございます。夏休みということで、ご家族とどこかへ行くなど、夏のご予定はありますかというところで、内田さん、いかがでしょうか。 そうですね。この前、プールに行きまして、うん、あのやっぱ子供がね友達はどこどこに行ったよとか <laughs> 家族旅行行ったらしいよみたいなことを言ってくるからね行かないとって <laughs> もも僕もちょっとさすがに行かなきゃなと思ってプールに行ってまいりました。です。す。ありがとうございます